には乗らずに、これで幕引きはさせないと、そういった考えです。野党側はですね、今日午後、各党の幹事長ら幹部が集まりまして、小渕さんと松島さんには引き続き政治倫理審査会など国会で説明責任を果たすべきだと求めること、そして何よりも安倍総理自身の任命責任を徹底的に追及する方針を確認しました。安倍総理は今日の日程を一つもキャンセルせずにこなして、ダブル辞任といっても大した影響はないように、演出すらしていたようにも見えたんですが、実際は日本の政治史の中でも前代未聞のとんでもない一日だったということは